岸です。前田です。本日はね、元プロ野球選手の前田幸永さんにお越しいただいております。前田さん、はい、ありがとうございます。お願いします。お願いします。お帰りなさいませ。ただいま、英雄チャンネルです。はい、さあ前田さんはね、はい、プロ野球生活トータルで日本で19年、メジャーで1年、はい、20年のプロ野球生活の中で、はい、実はロッテ、はい、ドラフト1位で入られました。はい、そして中日、まあ星野政権というところで、セ・リーグの優勝も経験された後、はい、なんと最後にFA で読売ジャイアンツ、うん、ジャイアンツに行かれるんですよね。はい、前田さんは九州福岡出身だったんで、はい、やっぱり今でいうソフトバンクさんとか福岡ダイエー当時のダイエーさんに行きたかったわけじゃなかったんですか。はい、で本当は、福岡地元に戻りたいなというのは正直ありました。はい、まあ、でもいろんな諸事情があり、当時は福岡ダイエーですけど、うん、まあ、FA 選手は獲得できないよというようなことで、残念ながらそれは実現しなかったと。まあ、でもその時に、まあ、原監督ですね、読売ジャイアンツさんの方から声をかけていただいて、はい、あのジャイアンツかということで、はい、2002年から、まあ、6年間ジャイアンツで在籍になりますね。6年間ですね。はい、先方の球団が欲しいと言わないかあったら成立しないですよね。はい、しないですね。はい、なので、まあ、FA に関してはこう大体新聞紙やメディア等がこう興味があるらしいよみたいな話でとか、あと新聞記者も耳に入れてくるので、まあ、タンパリングではないんですけど、それにね少しこう近いような形での情報はやっぱり入ってくるので、はい、ちょっと内心ドキドキしますか。どこに俺興味あるのかなみたいな。やっぱありますか。まあでもそういう話がこうメディアで出るのはやっぱ嬉しいものですね。はい、まあ、正式にこう獲得に乗り出したのは最終的には読売ジャイアンツだけになってしまいましたけど、ね、話はどこにあったんですか。他は非公式的にあったのは北海道、日本、大阪、阪神、大阪の方です。ああ、もう一つの、もう一つの大阪、これです、はい、あ、そうですね、はい、あとは、まあ、在京球団もちょっとありましたね。4球団ぐらいは非公式ながらそういったところの情報が入ってきてましたね。最終的に、まあ、原巨人の原さんが、まあ、前田さんを欲しいと、はい、まあ、このように当時の中日の監督星野さんに言ったという流れを聞いておりますけど、はい、それで、まあ、それで合ってますね。原さんとは交流があった。いや交流はないんですけど、あ、まあ、原さんとのちょっとエピソードになりますけ ど、僕が4年目のロッテ時代ですね、うん、でオールスターに一度、ね、出場したことがあったんですけど、はい、で原監督とそこで会ったのが、はい、オールスター終わったら仙台、まあ、今の、ね、今仙台、うん、まあ、楽天の本拠地ですけど、はい、仙台でオールスターがあったんですね。はい、でオールスター終わった後に仙台でお寿司屋さんに行ったんですね、川本さんと2人で、はいはい、ただその時に奥で原さんと駒田さんです。はい、先ほどの、ちょっと子供の頃っていうか中高生の時に見てた、ね、うん、お二方、まあ、まあ、今は同じ、ね、同じプロ野球選手ですけど、まあ、うん、もう沢君なんです。知名度等とかは、うん、当然ご挨拶をしてです、うん、でそこで、まあ、原さんに、まあ、なんか思ってもらわなかったんですか。あそこまでもうちょっと覚えてなくて、とりあえずでも、はい、まあ、出会いがあった。先輩が、ね、いたので、うん、前だっつって、はいって言って、巨人はいいぞっつって、原さんが、はい、それで言ったんですか。言ってくれたんです。原監督覚えてないかもしれないですけど、僕も覚えてるわけです。巨人はいいぞっつって、巨人に来いよ。言われたのは覚えてます。言われたのはもう僕が覚えてるんです。それが、はい、実現したわけです。それが2002年に実現した。じゃあ何年かぶりに対面した時、はい、おお、やっぱり来たかみたいなことは、うーん、忘れてます。でもね、仙台の話は多分監督が覚えてないと思うので、はい、原監督の場合はミスター、ミスター長嶋監督が引き継いでたんじゃないですか、あいついから。あ、でも完全の噂ですけど、うん、そのまあ、2000年に、うん、ジャイアンツが優勝した時の最後に、うん、江藤の満塁ホームランと新岡の逆転サヨナラホームランで、うん、巨人が東京ドーム最終戦で優勝を決めて、長嶋監督の胴上げがあった試合があったんです、うん、僕その時ドラゴンズで、うん、僕先発してて8回まで無失点で快投をしてたわけです、うん、で、まあ、ちょいちょいその巨人戦でいいピッチングをした時に、うん、まあ、長嶋さんが本当かどうか知らないですよ、うんうん、
ね、前田欲しいなみたいなことを言ってくれていたらしいっていう風の噂で聞いたことが、でも本当でしょ、そこであるみたいな、言ったということは、まあ僕もあくまで聞いた話なんで、あの試合投げてたんですか。そうなんです、あのニューヨークのホームランだと。そうそうなんです、はい。FA って今から思えばもう偶然だけど、ラブコールみたいなもんですね、うん、まあ、お金の力で取るわけじゃないけど、これ欲しいっていうのがある程度自由になる、はい、監督としてはいい制度ですね。そうですかね。選手としたらドキドキですけど、はい、だって誰も手挙げてくれなかったら終わっちゃうじゃないですか。そうそうそう、自由契約では過去にもそういういましたね、そういう人はね、うん、なんなら今ならほらメジャーに行くとか言いながら誰もメジャー手挙げなくて、ね、まあ、あったじゃないですか。あります、あります、名前は言えませんが、あります、いよいよそれでは2002年から、はい、まあ、前田さんが、まあ、集大成の読売ジャイアンツ、はい、今球団に入られます、はい、当時の、まあ、レギュラーっていうか、もう巨人、僕らすんごい強いイメージがあるんですけど、強かった、ね、スターティングメンバーってどんな人がいたんですか。スターメンはですね、まず1番が清水孝之ですね、2番が西俊彦さん、うん、3番高橋由伸、4番松井秀喜、すごいですね、5番が清原さんですね、はい、で6番サード江藤、7番ショート新岡、8番キャッチャー阿部慎之介で、9番ピッチャーですね、ガーすごいメンバー、おたやめみたいにどこで切ってもうまいみたいな感じですね。そうそうそうだって、はい、阿部慎之介8番ですよ、はい、そう、まあ、まだ新之助も若かったです。新之助もまだ2年目3年目ぐらいの時ですもんね、まあ、それでも8番ですけど、いやいやいや、すごいメンバーでしたね。で当時の、ピッチャーは、はい、あ、まあ、先発ローテ誰だったんですか。ローテーションはまずエースが上原ですかね。上原さんですね。あとは桑田さん、桑田さん、工藤さん、工藤さんでもソフトバンクの監督 の工藤さん、あ、巨人にいた時代ですね。はい、そうですね、工藤さんがいて、高橋久典がいて、であと入木優作ですね。で抑えが当時は川原淳一でしたね、うん、でまあリリーフは僕とか岡島とか。あ、岡島さん、はい、岡島も、まあ、後にはねこうメジャーで活躍しますし、だって前田さんもどっちかというとクイックで、うん、はい、まあ変わった変革投法で、岡島さんは目を切る、はい、やりにくいですね、向こうで。 ですかね、どこ見て投げてんだよ、はい、お前みたいな。まあでもやっぱりそうそうたるメンバーでやっぱり強かったなっていうのは今でも思いますね。じゃあちょっとのそのピッチャーの僕はあの工藤さんのイメージは聞きたいんですけど、はいはい、まあ名投手ですし、はい、まあ年齢的にも山本昌さんが後に一番長くやられたって聞きます。それまで工藤さん1位ですよね、はい、そうですね、まあ、工藤さんは本当にこう、まあ、研究熱心というか勉強熱心というか、なのでこう、まあ、キャッチボールも工藤さんと やらせていただいた時期もあったんですけど、うん、やっぱね、キャッチボールをものすごく大切にしてましたね。なるほど、はい、それ球の回転ってことですか。まあ、回転もそうなんでしょうけど、うん、こういろいろ体の使い方とかですね、でそこでアドバイスとか、ね、そういうことも、ね、していただきましたし、あとはこう体のやっぱりメンテナンスですね、うん、メンテナンスがやっぱりすごかったです。あ、そう。で個人的なこう自分でトレーナーの方を、うん、まあ、キャンプとかでも連れて行って、うん、でまあ、工藤さんももう大ベテランの、ね、うん、域でしたので、やっぱりそのメンテナンスには相当時間を、なのでトレーナーのマッサージみたいなのでも入念に2時間ぐらいかかりました。しっかりと、もっとかな、短くて2時間じゃないですかね。メンテナンスはやっぱすごかったですし、あと体にいいものを取り入れるっていう話はもうかなりもう有名でしたし、うん、僕ももう見てましたし、今はもう名監督の部類になってますよね、はい、だって上昇、今ソフトバンクのね監督ですからね、もう、はい、多分歴史に名を連ねるぐらい、はい、桑田さんの話もちょっと聞きたいんですけど、桑田さんはですね、初めてこうジャイアンツに僕が来た時に、一番最初にキャッチボールをしてくれた、 お声をかけていただいたというところで、で桑田さんにの、まあ、キャッチボールの時にね、こう変化球とかもね、まあこう投げたりするんですけど、うんうん、桑田さんがカーブを投げてくれたんですね、キャッチボールで、はい、うん、桑田さんのカーブってすごいじゃないですか、うん、まあ、ありますね、すごいじゃないですか、うん、初めて受けた時にスルーして足に当たった、やっちゃった、つま先に当たってこう爪が、つま先まで、つま先です、はい、すんごい人が、ちょっとこう座って、ね、桑田さんのカーブを受けてみたら、座ったところで右足のつま先に桑田さんの投げたカーブが当たって、当たっちゃった、爪が紫になって、後にほら乾いてくると剥がれるみたいな、
まあまあの大きいじゃないですか。ちょっと笑えないぐらい。笑えないけど。それぐらいやっぱり。すんごいカーブでしたね。もう切れ味がすごくて。あとは、うん、桑田さんのロッカーっていうの。いつも綺麗に整理して。綺麗に整理して。そうなんですか。はい、やっぱ几帳面。几帳面ですね。なので、まあ、クリーニングでこうアンダーシャツとかユニフォームとか、うん、まあ、うん、アンダーシャツがポンと出るんですね。うん、で、ユニフォームもこうビニールでちゃんと。それ球団がですけど。球団が、うん、はい。で、ちゃんとビニールから出して、お母さん、今ユニフォームをしっかりかける。で、アンダーシャツもビニールからクリーニング綿を出して、こう棚がちゃんとあるんで、しっかりこう、みたいな。きれいに。きれいに。袋のまんま積んだりはしないんです。はい。いい加減な選手っていうのは、大体ベリッてとして、その辺にポンと置いて切るやつだけこう、切ったなかったのは誰ですか？僕はあんまり綺麗じゃなかったですね。前田さんですか？僕ですね。なので、あと桑田さんって球場に来るときは、うん、必ずこうパンツはスラックスみたいな形でワイシャツ、ネクタイは、ね、ないですけど、もうゴルフ場ですね。いや本当にもうゴルフ場じゃないですか。紳士です、紳士ですね、はい、巨人軍紳士タレ。半ズボンでアロハはないんですか？そんなのはないです、ね、ないですか、はい、巨人軍紳士タレ、紳士タレですから。僕は桑田真澄さんといえばやっぱりね、うんうん、ジャイアンツのエースだった人なので、うんうん、まあ、そんな簡単に桑田さんみたいな形で行ける感じじゃないんです。やっぱり行けば話はしてくれると思うんですけど、はい、そういうところでやっぱりこうジャイアンツっていうチームはこう中に入っていくのに少しこう警戒しながらみたいな、ちょっとした芸能界っぽいですね。いや、そうですね、はい、たくさんなんで当時の東京ドームのロッカーっていうのはこういうこう川の字でこう途切れていたんで、後ろ側の人とは喋れないわけです。はい、なのでピッチャーがまあ、こう向くわけですね、ピッチャーが、うん、はい、で、こっちが野手がこうなってるんです。なるほど、なるほど。なので、野手と絡むことがあんまりないんですよ、うん、はい、もう今は変わっだいぶ変わってね、ロッカーもこう新調されて綺麗になって広くしての野手とかも一緒にこう、うん、で当時はもう本当にそういう形で閉鎖的みたいな、うん、だから野手とあんまり絡む時間っていうのもなかったんですね。前田さんといえば、はい、今 YouTube でチョコチャンネルさんってやっておられたら、はいはい、あの上原さんと仲いいですよね。上原はそうですね、よく話はそうしましたね、なので、まあ、一緒に飯、まあ、ご飯食べに行ったりもしましたし、うん、ね、まあ、今たまに、ね、プライベートでゴルフも行ったりしますけど。その時に野球談義はやっぱりやるんですか？野球談義はね、あんまりね、実はね、やらないんですけど。やらない、はい、当時はもちろん、まあ、上原もね、うん、大エースでした、うん、で、上原は基本真面目なんですよ、うんうんうん、なんでその辺のこう自己管理っていうのはしっかりしてるので、まあ、ご飯食べて僕はこっち行くけど上原戻るみたいな、そんな感じでしたね。やっぱりでも、はい、体調管理するのはプロのいろはのいですもんね。そうなんですね。じゃないとあんなに長くできない。そうなんですね。だから僕は、ね、よく20年できたねっていうような、いや、あんな生活してたんですね。前田さん本当すごいし、20年って一言でだってプロって3年4年で辞めていく人どころか一軍に上がれずに終わる人も5万ってるじゃないですか。いますね。もっと言えばプロ野球に入れない人も多いんですよ。多いです、はい、それはその世界で20年、はい、その中で、まあ、上原さんの話で申し訳ないんですけど、はい、まあ、この間もあっておられたんですけど、やっぱワールドシリーズチャンピオンになってるじゃないですか。そうなんだ。あれすごくないですか？あれすごいですよ。ええ、そうです。ワールドシリーズの胴上げ投手、胴上げ投手ってこれはいませんから、ね、パッと日本では絶対ないですけど、はい、メジャーでももう一人ですからね、選ばれても。そうなんです。まあ、でも上原さんって子供時代とか相当苦労されてる。いや、だと思いますよ。まあ、怪我もやっぱり多かったですからね、彼はね。うん、メジャーで、まあ、対戦していくっていうのはやっぱり後の松井秀喜ですよ。あ、はいはい、で、まあ、チームメイトで。そうですね。で、松井さんの話よく言われるじゃないですか。はい、だから松井とは、そう、松井からね、1000個目の三振を取りたかったんですよ。うん、僕、まあ、1241個かな、三振取ったのが。うんうん、で、1000個目を松井から。節目のいい時。節目のいい時で。一歩早かったんですよ。999個目の松井だったんですよ。そうなんですか？そうなんですよ。じゃあ2打席連続はダメだったんですか？もうその時もう違うカードが変わって、次のカードで、あの外国人選手からやっちゃった。でやっちゃったみたいなね。そういうのがあるんですけど、もうメジャーに行きますよみたいな話がもう、出てたわけですよ。もう松井はメジャーに行くだろうと。松井に、1年しか僕一緒にやってないんで。巨人ではね。はい、で、松井のところでもロッカーもやっぱり、ね、うん、遠いというか、もう、うん、あの見えないところに松井はいるんで、うん、だからもうここしか今しかねえなと思って、うん、5時、まあ、5時ら松井なんで5時って言って、うん、で松井にバットくれよくれよって言った、はい、
嫌だって言いました。なるほど。でもくれました、最初持ってましたね。持ってるんで。持ってましたね。確かに松井のバット。松井のバット持ってます。でも、投げにくかったですか？松井はね、はい、最初はね、そんな感じじゃなかったんですけど、対戦するにつれて、どんどんもう、うん、結局穴がなくなってた。なくなっていましたね。はい。どこを松井、例えば前田さんの中では絶対投げちゃいけないとこってどこだったんですか、松井に対して。いや、松井はね、もう外低め以外は、うん、まずかったですね、やっぱり。もうそこしかない、はい、アウトロー以外は。アウトロー以外はそう、ちょっと高いというか逆方向も入るんで、うん、ちゃう。でこの辺のインサイドの高めとかでも、うん、うまくガーンと僕名古屋ドームの5階席のホームランを打たれてる。名古屋ドームの5階席でアホーと飛んでますね。そうそうそう、だからもう 140m ぐらい飛んでるでしょうね、多分ね。いや多分 450m ぐらい計算上もうそれぐらいでしたから、だから松井の穴はないんで、穴を探すならもう本当スーパークイックのナックルみたいな、いや卑怯な手を使わないと松井が抑えられない。コースじゃなくてタイミングを狂わすがないと。そうそうです、はい。ね、バットに当てさせないところって言ったら、あとはもう本当スーパークイックのナックルで、おってなる。やっぱなる。今の阪神の佐藤君なんかどうですかね。最初は大丈夫でしょうね。ああ、まだ2年3年対戦するとちょっとねってなってくると思うんですよ。だから、まあ柳、松井秀喜級なのかな。級、佐藤君は。っていうふうには思いますね。ちょっとその辺のね、はい、今の現役の選手の話をこれからね、また次回、はい、前田さんにいろんな話を聞きたいと思っております。わかりました。はい、ジャイアンツのね、素晴らしいお話ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.